ちょっと待って、さぬきは首？まあいろいろあって満了にしてもらって、まあずっとさぬきでやりたい気持ちはあったんですけど。え、俺とセグ一緒に会うとタイミングっすよ。え、言ったんじゃないですか、あの時みんな最後社長に起こしたもんな。いろいろ難しい部分もあったと思いますよ。な、徳島と新潟だったらまだ新潟の方が環境いい。そうですね、新潟の方が環境いいですね。徳島でもいいと思ってたのにな、さぬきからしてみる。十分です。え、ね、JBL の時働いてた居酒屋 の、 あのキッチンしてました。料理覚えたりとかは結構難かったっすよ。第1話はこれぐらいにして、セグのお金の話も聞けたし、まあでもね、ほんとすごいね。いや、僕の力じゃないですけどね。それも全てお前の力だから。お前だけの力かっつったらそれは絶対違うよ。いや、またちょっと第2話、アルビレックス新潟の瀬口選手に来てもらってます。よろしくお願いします。で、今回のお題は、はい、あのセグとかだってもう結構リーグ戦は出てないでしょ。天皇杯とかは出てるけど。はい、天皇杯もでもこの間4年ぶりぐらいに出たっす。いや、でもさ、だからそういうのってさ、はい、どういうメンタルなのかなと思って、なんか、いや、わかんない、フィールドだったら腐っちゃいそうだけどなと思って、もうやめようかなとか。そうですね、まあもともと一つしかないポジション、うん、まあ、4人チームにいたら3人は出れない状態じゃないですか。だから言ったら出れないことの方が多いっていう考えなんで、まあ、一つはその自分のレベルアップのためっていうか、そこにフォーカスしてトレーニングするっていう。まあでもそうだよね、はい、うまくなりたいっていう一心だよね。はい、試合に出たいっていうよりも、まあ、うまくなりたいの方が強い。出れるためにうまくなるってことですけど、まあでもそっちの方が今は比重は高いかもしれないですね。試合出たい出たいって思っててももうしょうがないから切り替えるしかない。そうですね、まあ何が足りなくて出れてないのかとか、まあ今出てる選手と何が違うか比較してとか、まあだけど持ち味はその出てる選手とは違うよね、じゃあここ伸ばそうよっていうところですかね。それを常にこう頭の中入れてトレーニング、はい、そうですね、練習のメニューとかこうビデオで撮ってくれてるんで、それを見返したりとか、じゃあ明日はこれ意識してやろうとか、こういう練習があったらこういうことやってみようとかっていうところですね。それってさ、でもさ、うまくなりたい一心だろうけど、はい、でもやっぱどっかで試したいっていうかさ、なんていうの、この成長した自分を試したいっていうふうにはなるときってあんの？あ、あります、あります。あ、なんか自分がこう、動きが良かったりとか、うん、今週ちょっと当たってるなみたいなときあるじゃないですか。ああ、みたいな。まあ、シュート結構練習で決めれてるなみたいな、まあ、そういう時とかは今ゲーム出たらどうなんだろうとか考えたりしますけどね。まあでも新潟がめちゃくちゃいいとこなんですよ。ああ、なんかお前インスタとかでもなんかいろんなとこ行ってない？そうなんですよ。じゃあ結構新潟にハマっちゃって。へえ。新潟が好きなんですよね。じゃあできたら、じゃあやめたとしたら新潟に残りたいっていうのはあるんだ。まあその気持ちもちょっとありますね。もうさ、その意思表示で家買っちゃえば。もうなんかアピールしろよ、もう俺は永住しますみたいな。それで残れなかった時きついですね。まあ、確かにそれはそうだな。うん、だいぶ負債抱えて。岡山帰りたいとかあんの？いや僕自身はなくて、あんまり、まあ、仕事のこの流れでこう今までに来てるんで、その波に乗ってじゃないですけど、うん、考えてるんですけど、家族は岡山帰りたいみたいです。奥さんとかからしてみれば友達いないからな。そうっすね。 あと両親とかも離れちゃってるんで、まあ、両親その時間もね、やっぱこの先のこと考えたら取ってあげたいし、年に1回しか会えないんで。
そのリミットがそろそろ来てるんで。教科部長、誰？テラさん？テラさんっす。よろしくっていうほどでもないからいいか。あ、一緒にはやってるんですか？テラさんやってる。テラさん、テラさんは結構食ってかかってたね。いや、わかんない。テラさんに聞いたら、俺なん、テラさんはわかんない。あんま覚えてないかもしんないし、わかんないけど。いや、俺テラさんには結構い、まあまあ、よく優しくもしてもらってたし。はい。うん、でも、とりあえずなんせ、負けちゃいけないっていうのがあって、うん、うるせえなとか、余裕で言ってた。ああ。なんか言われたとき、おめえもだろとか。そうそうそう。だって俺、井原さんに肘打ち入れたからね。コーナーのセットプレーだよ。終われ、100メートルぐらい追われた。マジで。それ面白いですね。やばいやばい、マジで。で、みんなに謝れ謝れって言われて、なんで俺が謝るんだよ、向こうが先にやってきたんだよつって1年目か2年目だよ俺、あれだよ、内心は超ビビってんだよ、大きく見せたいんだよ、ヤンキーだよね、ヤンキーヤンキー。いやいや、キーさんだいぶすごかったっすよ。いやいや、お前すごい怖いからやめよう。すごかったっす。すごいが怖いから、いろんなプレイがすごかったっす。ああ、そうやってうまくまとめてくれるのね、ありがとう。来た時からすごかったっす。うぜえ。怖い。やめよう、もう早く切ろう。よしよし。よし、OK、正解。はい。ちょっとね、ちょっと新潟のために、はい。せっかく好きなんだから、ね、頑張んないと。アルビレックス新潟の瀬口選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。サンキュー。またね。